松島はじめ5月15日から1969年2月7日は日本の政治家、実業家、徳島県阿波市出身、明治大学法学部卒業。松島祖、高の息子として、板野群隣村隣で生まれる。京都の中学校を卒業後、1901年に上京して明治大学法科に入学し、卒業後は同大学の学生部長を務めた。 1906年に共同火災保険会社に入社し、1910年には、早稲田大学校友会に推薦された。省営貯蓄銀行、日本資金信託、第一倉庫、安全印刷、摂津連が、大阪景気製作所、中央印員東海市場、東アフェルト各株式会社の社長、三間軍税制士、カルチウム高専、東ア職府、時和商工、 黒崎電気製作所、市岡電気工業、東京絹綿宝石、大阪造船所各株式会社の取締役、東京リベット製造、日東炭鉱、日本鉱シャ府と、城南都地く株式会社の監査役などに就いた。1917年、第13回衆議院議員総選挙に当選し、1924年まで衆議院議員を2期務めた。 1931年5月、経営する糸崎選挙株式会社、帝国家折防籍株式会社などから約300万円を横領して、熱海宝塚土地株式会社に注ぎ込んだとして、業務上横領を、商法違反で、大審院で、懲役2年6ヶ月の判決を受けた。また、三池大港株式会社創設に関わる5万7千円詐欺事件で、 同年7月の大審員判決で、懲役2年が確定した。1969年2月7日、東京都で没する。去年89。衆議院第43回帝国議会衆議院議員名簿。衆議院広報付録。1920年28ページ。議会制度100年史。衆議院議員名鑑598ページ。漁業化による。 放末会社乱造、自己破綻と、株主リスク2006、P181、ABCD、阿波人物史、P214 人事更新録1 9 2 1 p ーマ59、AB、昭和7年時事年間時事新報社、1931年、ピアニッシモ、390。ありがとうございます。